クリスティアーノ・ルカレッディクリスティアーノ・ルカレッディは、イタリアリボルの出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。同じくサッカー選手のアレッサンドロ・ルカレッディは実定。1992年、クオヨペッディでデビューを果たし、翌年には AC ペルージャ移籍。国内のクラブを転々とした後、1998から9シーズンには、 バレンシア c f へ、自身初の国外移籍を果たす。しかし12試合1ゴールと振るわず1シーズンで帰国。US レッチェや鳥の FC に在籍した。2003から04シーズンからは、地元のエースリボルのカルチョに移籍、クラブのセリエ A 昇格に貢献し、チームのシンボルとなる。2004から05シーズンには24得点を挙げ、セリエ A 得点王に輝いた。 リボルノには4年間在籍し、クラブ史上2番目となる92ゴールを記録した。また2006から07シーズンにおいて、セリエ A 通算100ゴールを達成している。2007年に移籍金800万ユーロで FC、シャフタールドネツクに移籍。ウクライナでプレーする初のイタリア人となった。2008年移籍金570万ユーロでで、パルマ FC に移籍した。 2009年7月15日、古巣であるリボルノへ、レンタルでの復帰が発表された。1996年のアトランタ五輪メンバーに選出され、同年秋には U-21 代表の試合で2試合連続のハットトリックを達成するなど、通算14試合10得点と高い決定力を見せた。当時の A 代表攻撃陣の層は厚かったが、 2004から05シーズンの活躍が認められ2005年上旬に北米遠征代表メンバーに選出。セルビア・モンテネグロ戦にて代表初キャップを刻むと、この試合で初得点をマークし、存在感を示している。マルチェロ・リッピ時代は結果を出しながらも代表とはあまり縁がなかったが、代表監督がかつてリボルノで指揮を取ったロベルト、ドナドーニに代わってからは、 代表に定着している。2017から18シーズンにより、セリエ C のカルチョカターニアと2年契約を締結した。ありがとうございます。